お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を褒めたたえます。今日も私たち一人一人にあなたが命を与えてくれて、今日もあなたの恵みによって生かされてこの場所に導かれていることを感謝します。今から御言葉を開きますから、どうかあなたが今日の与えられた御言葉を通して私たち一人一人に語ってください。私たちが素直にあなたの言葉を受け取ることができますようにつけてください。イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。本日の聖書箇所は創世記31章3節です。創世記31章3節 Genesis chapter 31 verse 3。 創世記31章の3節。創世記31章3節をお読みいたします。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。本日のタイトルは約束に平安を持つことです。約束に平安を持つこと。約束っていうものは私たちは日々の生活の中でよくするものだと思います。私自身もよく約束をします。最近一人で車を運転する前に、朝日とよくこの約束をします。必要な時以外車線変更をしないこと、前の車とはちゃんと距離を取ること、そして帰ってくる前に必ず連絡をすること。まあ、ちゃんと約束していきますが、正直に言うとこの約束を守るのはとても大変なことです。私にとって特に大変な約束は必要な時以外の車線変更をしないことです。目の前にすごく遅い車がいると車線変更してこう抜きたくなります。しかし毎回一人で、運転する前には約束をしますので気をつけながら、行くようにします。約束をすることは本当に大事だと思います。なぜなら私たち人間はあることを言ったのにもかかわらず違うことをしてしまう、あることを言ったのにもこう違うことをやってしまう弱さがあるからです。明日行くよとか言いながら行かなかったり、掃除をするよと言いながらそれを忘れてしまったり、私たちは言った言葉を忘れてしまう時があります。だからこそこの約束というものが存在するのだと思います。今日は御言葉から神様の約束に目を留めていきたいと思います。神様の約束に目を留めたいと思います。今日のこの箇所、創世記31章なんですけど、今日の、箇所の背景を少し説明したいと思います。今はこのヤコブの話を、水曜日の祈り会で毎週見ていますが、少し今まで学んできたこのヤコブの話を、みんなで一緒に振り返りたいと思います。ヤコブはエサオという、双子のお兄さんがいました。しかし2人の性格は真逆で、決して仲いい兄弟ではありませんでした。そしてある時ヤコブのお父さんであるイサクが年老いた時に長男であるイサウを祝福すると言いました。しかしそれを聞いたリベカ、ヤコブのお母さんがその祝福をエサウではなくヤコブにもらってほしかったため、ヤコブがお兄さんのエサウのふりをしてその祝福の祈りをもらいます。イサクは年老いて目が見えなかったので、目の前にいる息子がエサウではなくヤコブを祝福したことも知りませんでした。こうしてヤコブはお兄さんのエサウのもらうはずだった祝福を奪って、そしてその結果エサウがヤコブを殺そうとしますので、ヤコブはエサウから逃げて叔父のラバンのところに逃げました。ヤコブがラバンのところに着くと、
ヤコブはラバンの娘であるラケルに恋に落ちます。そしてラバン、ラケルの父親のラバンと取引をして7年間ラバンのために働くから、その7年が終わった後に娘のラケルと結婚させてくださいとお願いしました。ラバンは納得しましたが、7年が終わるとラバンはヤコブにラケルを与えたのではなく、ラケルのお姉さんのレアをヤコブに与えました。そしてラケルも与えるためにはもう7年間自分のために働きなさいとラバンが言いました。結局ヤコブはレアとラケルと結婚して14年間だけ働いたのではなく、全部入れて合計20年間このラバン、自分の母親の、リベカの、兄弟のラバンのために働きました。その間ヤコブには12人の子供が生まれ、ヤコブの家族またはヤコブの家畜がどんどん祝福されていきました。しかしあまりにもヤコブが祝福された結果、ラバンの息子たちがヤコブに対して嫉妬が湧いてヤコブを憎むようになりました。今日の箇所のちょっと前の31章の1節から2節を読みたいと思います。31章の1節から2節お読みいたします。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。ヤコブがラバンのものを取ったとラバンの息子たちが言っていましたが、ヤコブはそのことをしていませんでした。ただヤコブのものがどんどん祝福され、逆にラバンのものが祝福されなかったのです。そしてその結果ラバンの息子たちが、それを嫉妬して、そして、それを父親のラバンに伝えて、そしてラバンのヤコブに対する態度が変わってしまいました。そう考えるとこの嫉妬というものって本当に恐ろしいものだと思います。聖書を見るとイエス様を十字架にかけた人たちも嫉妬から来ました。私たちも嫉妬しないように気をつける必要があります。ラバンにもまたラバンの息子たちにも憎まれてしまい、ヤコブはその場所にいるのに居心地が悪くなりました。そしてそんな状況にいたヤコブに対して神様が今日の箇所を語りました。今日の箇所をもう一度読みます。31章の3節、主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。神様がヤコブに約束をしました。あなたが生まれたあなたの父の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。この約束にヤコブが平安を持つことができて、そして家族を集めてラバンのところを離れて生まれた国に帰ることにしました。考えてみるとこれは決して簡単な決断ではなかったと思います。ヤコブが20年間いたこの場所、2人の奥さんレアとラケルと出会い結婚したこの場所、12人の愛する息子たちが生まれたこの場所、そして家畜も祝福されたこの場所を離れるということはヤコブにとって決して簡単な決断ではなかったと思います。また家族にとっても簡単な決断ではなかったと思います。私たちも人生の中で難しい決断、簡単ではない決断をしなければならない時があります。どういう仕事をするか、どういう将来を将来を歩むか、誰と結婚するか、家を買うのにも新しい場所に引っ越すのにも、たくさんの大きな決断を私たちはしなければなりません。
しかし私たちはいつでも神様の御心を願いたいと思います。ヤコブも神様から言葉があったからこそそれに従い移動することにしました。もし神様の言葉がなかったらずっとラバンのところにいたと思います。神様は私をどこに導こうとしているのか、神様は私に何をしてほしいのか、神様の声をいつも聞いてこのような大きな決断をする前にまず最初に神様に心を向けていきたいと思います。そしてもしそれが神様の導きによるものであるならば、たとえ心配や恐れが目の前にあったとしても神様の約束に平安を持っていきたいと思います。それではどうしたら、これが神様の導きだと私たちは知ることができるでしょうか。なかなか神様の導きをこう絶対にこれだと知ることは、難しいことだと思います。しかし今日の箇所に戻りますが、ヤコブはどうしたでしょうか。ヤコブがこれが神様の導きだと信じるようにしたのは、様々な理由がありました。3つの大きな理由があったのでそれをちょっと見ていきたいと思います。ヤコブが神様の導きに信頼できた理由、1つ目はヤコブの個人的な思いが変わったことです。ヤコブの個人的な思いが変わったこと、神様がヤコブにラバのところを離れたいという思いを与えました。神様がヤコブにラバのところを離れたいという思いを与えました。この創世記30章の25節にこう書いてあります。創世記30章25節、ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて故郷の地へ帰らせてください。ヤコブはラバンのところから離れたいという思いがありました。まあ、その具体的になんで離れたかったのかは、あんまりわからないかもしれませんが、おそらくこういろんな状況があってちょっと居心地が悪くなってしまったり、まあ、先ほど言ったようにそのラバンの息子たちとの関係も悪くなってしまったり、そういうのも、含めてもしかしたら役分の中で、この場所を離れたいという思いがあったかもしれません。しかし私たちがこのところから学びたいのは、神様は私たちに思いまたは願いを与えてくださるお方であることです。まあ、時によって最初は居心地が良くてこのままでいいと思うかもしれませんが、もし神様が私たちをこうあるところに導こうとするならば、神様は私たちの思いをまた私たちの願いをそこに変えてくださる方です。2つ目は周りの状況が変わったということです。周りの状況が変わった。ヤコブはこの場所にこうどうしても残ることにこう複雑な状況の中にいました。もしヤコブがずっとこの場所に残っているとするならば、とても複雑な状況にどんどんすごい厳しくなったと思います。ラバンにもまたラバンの息子たちにも嫌な態度出されて、ヤコブの人間関係の状況を考えるとどうしても離れなければならない状況にいました。状況的にヤコブはその場所にこう残りづらくなっていました。もし私たちの人生の中でも神様がどこかに導こうとするならば、私たちの状況もそこに変わっていきます。そして3つ目はヤコブの家族の中に不思議な一致があったということです。ヤコブの家族の中に不思議な一致があった。ヤコブは神様からこの言葉、この場所から離れて自分の国に帰りなさいとその言葉をもらってからすぐに自分の家族にこの思いを伝えました。一番最初に伝えたのは自分の奥さんレアとラケルにこの言葉を伝えました。そうするとレアとラケルはこのように答えました。31章の14節から16節、ラケルとレアは答えた。
私たちの父の家には相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちは父によそ者と、見なされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食い潰したのですから。神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものです。さあ、神があなたにお告げになったことを全てなさってください。レアとラケルは姉妹でありましたが、決して仲良くはありませんでした。まあ、同じ人を結婚していたので、お互いに嫉妬したりしたと思います。まあ、創世記の中でもレアとラケルが唯一一致したところはここだけです。ヤコブとレアとまたラケルの間には不思議な一致があったからこそ、神様の導きに従って進むことができました。もしヤコブだけが、行きたい、しかしレアとラケルは残りたい、もしくは、レアが行きたいけどラケルは残りたい、それともその逆であるならば、なかなか簡単に家族みんなでここ離れることは、できなかったと思います。しかし、ヤコブにもまたレアにも、そしてラケルにもこの場所を離れたいという同じ思いがあったからこそ、その思いが一致したからこそ、神様の導きに従い進むことができました。私たちが神様の導きに信頼して歩むとき、一致して進むことが本当に大事です。特に夫婦が一致すること、または家族が一致することは本当に大事なことです。もし教会での大きな決断をするときもそうです。教会が一致すること、役員が一致すること、神様の導きを信頼して進んでいくことは、一致して進んでいくことは本当に大事なことです。そして最後にこのポイントで、まとめたいと思います。ヤコブは今日の歌詞の中で神様の約束だけに目を留めました。神様の約束だけに目を留めました。神様がヤコブに、私があなたと共にいるからというこの一言の約束があったからこそ、ヤコブは神様に従うことができました。ヤコブはラバンのところに行く前にもう一つの約束を聞いたことがありました。ヤコブがラバンのところに行く前にもう一つのある約束を聞いていました。それは創世記の27章41節にあります。創世記27章41節お読みいたします。創世記27章41節エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。この言葉をリベカが聞いて、そしてヤコブに握るようにと伝えました。つまりヤコブがエサウの自分を殺すという約束を聞いて逃げたのに、今度はその同じ場所に帰りなさいと神様に言われました。ヤコブは自分の命を狙っているエサウのところに行くのに本当に恐れでいっぱいだったと思います。しかしヤコブは人間の約束に目を留めたのではなく、神様の約束に目を留めました。エサウは自分のことを殺すと約束していた。しかし神様は自分と共にいると約束してくれました。その神様の約束だけを信じて、ヤコブはそれだけに従いました。もちろん自分のお兄さんのエサウの約束も恐れ怖かったと思います。しかしヤコブはそこに焦点を当てたのではなく、神様が何があっても私と共にいるというその約束に目を留めて、神様の導きに従い進みました。私たちもこの人生の中でいろんな恐れ、心配、不安があるかもしれません。そしてその心配や恐れがあるからこそ、
なかなか神様を信頼できなくなる時があるかもしれません。神様の働きを疑ってしまう時があるかもしれません。しかし私たちは神様の私たちにしてくださったその約束に目を留めたいと思います。神様が私たちにしてくださったその約束は何でしょうか。それはヤコブにした約束と同じものです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そしてイエス・キリストを信じる者は皆救われるという約束も私たちに与えてくれました。私たちは今日もその約束だけに平安を持っていきたいと思います。なぜならヤコブと共にいた同じ神様が今もなお私たちと共にいるからです。そして人間は約束を破るかもしれませんが、神様は決して約束を破るお方ではありません。私たちにはこの人生を歩むときに、いろんな決断をするときに、いつでも神様の導きを信頼して歩む必要があります。そしてたとえその先に心配や恐れがあったとしても、私たちが目に留めていきたいのは神様の約束、神様が私たちと共にいる、そして私たちがイエス・キリストを信じるときに救われ天国に行けるというその約束だけを握って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。今日も私たちに御言葉を与えてくれたことを感謝します。あなたがヤコブにこの約束、あなたと共にいるという約束を与えたからこそ、ヤコブが20年間いたこの場所を離れ、そして自分の命を狙っているそのエサオがいるところに行くことができました。これは決して簡単な決断ではなかったと思います。しかしあなたがヤコブと共にいるから、ヤコブはその言葉に平安を持つことができて、そして家族みんなで行くことができました。私たちもこの人生を歩むときに、様々な大きな決断、また心配や恐れ不安があるかもしれません。しかしあなたも私たちにその同じ約束をしてくれました。私たちと共におられる、そしてイエス・キリストを信じるときに救われるという約束をしてくれました。私たちはその約束だけを握りしめて、どんなに心配や恐れがあったとしても、あなたを信頼して歩むことができますように助けてください。時によってあなたの導きを知らない、または分からない時があるかもしれません。そういう時には御言葉を読み、そしてあなただけに目を留めて、あなたの導きを求め続けることができますように助けてください。イエス様の素晴らしい御名を通してお願いいたします。おはようございます。お祈りの時を持ってまいりましょう。10月の祈りの課題、まず全体の教科題を皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。今度の日曜日、来週の月曜日ですね、正確的にはカナダではサンクスギビングになりますので、私たちの教会では今度の日曜日に、収穫感謝特別礼拝、礼拝後に、デザートポトラックの時が持たれます。主に感謝する、また教会の交わりを感謝することになるようにお祈りいたしましょう。あとこの他にも、10月の予定いろいろとありますけども、それぞれの予定が主によって祝福されるように覚えてお祈りください。この前の日曜日から10月に入ってから3回の礼拝が持たれるようになりました。9時からの日本語だけの礼拝、そして11時半から、2時からの日曜の礼拝ですね。これらが主の祝福の中で持たれるように、この前は2人かぐらいの方がちょっと11時に間違えて来られた方がいらっしゃったみたいですけども、また徐々に慣れてくると思いますが、
で、第一の日本語だけの恋愛は28人かな、日本語だけの恋愛も祝福の中で行えるように覚えておいてください。全体の課題は以上ですね。じゃあ教会の